こんにちは、ケンです。今日は新橋第2弾をお届けします。第1弾では新橋が大昔は海に面した砂浜と松林が広がっているだけの寂れた場所であったということ、それが徳川家康の埋め立てで様変わりし、明治に入ると鉄道東海道本線のターミナル駅となり、帝都東京の表玄関となったこと、明治大正期の汐留川の風景、さらに地下鉄新橋駅をめぐる東京地下鉄道早川乗り継ぐと渋谷を作った男後藤啓太のバトルについて解説しました。まだ見てないという人はぜひご覧ください。今回は戦後新橋における闇市の成立と現代にも通じる発展の歴史、明治期における下流会の風景、さらに新橋にゆかりのある人物についてお届けします。皆さんがあっと驚くような様々な事実が次々と出てきますので、どうぞ最後までご覧ください。まずは戦後の闇市の時代について振り返ってみましょう。敗戦の混乱の中、食料品や軍需工場から放出された物資を求める人々が集う闇市が東京においていくつも形成されました。そもそも闇市とは、物価が統制下にある中で統制から外れて非合法に設けられた独自の市場原理で取引を行う市場を言います。なぜ非合法の闇市ができたのでしょうか。当時町の人々は衣食住のすべてに飢えていました。衣は医療切符制によって制限され、主食である米は1人1日 2.1 合が配給されるという、まさに配給と制限と飢えの中で日々を過ごしていました。さらに米の配給も米国配給通帳なしには受けられず、外食券がなければ食堂にも入れない。タバコも酒も配給制。さらにこの配給が遅延したり欠杯することがたびたび起き、配給制度、つまり食料管理法自体がほぼ崩壊していたのです。この配給制度に頼っていてはすぐに死んでしまうわけで、実際餓死者の死体は町のあちこちに転がっていました。ここである事件が勃発します。1946年昭和21年5月12日世田谷区で行われた米よこせ区民大会に集まったデモ隊の一部が皇居に流れ、宮内庁の役人に天皇がどんなものを食べてるか見せてくれと詰め寄り、坂下門から皇居に突入します。残飯の入ったたらい3つには庶民が決して口にできない白米がありました。人々はその白米で握り飯を作るなどして奪っていきました。巨大な冷蔵庫にはヒラメが30匹から40匹、上質なブリや牛肉の塊。そう、天皇は完全に統制外の食料、つまり桁外れの闇で食べていたことが発覚したのでした。日本全国上から下まで闇をやらなきゃ生きていけない、こんな状況がありました。新橋の闇市は終戦の翌日から露店の店が並び始め、東京の闇市でも最大規模のものでした。交通の便が良いこと、広い土地があること、新橋の駅前広場が日よき地であったことなど、人が集まりやすい条件が揃っていたためです。銀座には現在の和光である服部時計店、松屋銀座など複数の PX ポストエクスチェンジ、つまり進駐軍専用の売店ですね、がありました。それらからの横流れ品もあったのでしょう。こちらの写真ではブースが確認できます。東京大空襲で荒廃した周囲の様子と人が多数集まる闇市の活況は戦後ならではの光景という感じがしますね。築地魚河岸で物々交換で魚を仕入れ、天ぷらにして売るとよく売れたそうです。粗悪な密造焼酎であるカストリ焼酎もよく売れたそうです。生きるために必要なものが揃っていたことがわかります。新橋の闇市を仕切っていたのは敵屋組織関東松田組でした。敵屋とは縁日や祭礼、繁華街で出店を出す大道商人のことを指し、屋氏とも呼ばれ、一部はヤクザとも重なっています。当時組長の松田義一と土建会社経営の渡辺慶吉は、新橋駅西口に当時の青空市場的な無秩序なエリアを整備する新生マーケットの建設を目指していました。しかし完成目前に松田義一は破門していた舎弟の一人に個人的な怨嗟から射殺されてしまいます。その後を継いだのは妻の松田よし子、まだ20代の女組長が誕生します。壮絶な覚悟をした決断だったに違いありません。この松田組の状況を好機と捉えた三国人勢力、彼らは自らを戦勝国として日本人商店主を抑圧してきた中国人、朝鮮人、台湾人です。その三国人はマーケットの権利を奪うことを試みて松田組の事務所を襲撃しようとします。しかし女親分松田よし子は組織をしっかりとまとめ上げるとともに、露店商組合や地元商店主からの協力も取り付けて防備を固め、撃退に成功します。横流れで入手した戦闘機の機関銃の乱射などもしていたそうです。かなりカオスなはちゃめちゃな時代だったことがわかります。
戦後 GHQ により日本の警察は非武装化、無力化されていたのも大きな要因です。拳銃が日本の警察に配備されるのは1946年7月以降となります。なお、この一連の出来事にインスパイアを受けた映画女王蜂シリーズが新東宝によって制作されています。松田組が桜組と名前を変えたり、いくつかの設定は事実とは異なりますが、当時の闇市の雰囲気がセットで再現されています。そしてこんなドタバタを乗り越えて昭和21年に新生マーケットは完成しました。右側の映画の看板があるあたりに後に SL が設置されます。奥に並んで見える建物群が新生マーケットです。こちらは1963年昭和38年の空撮写真です。新生マーケットは昭和41年に取り壊しが始まりますので、まだ健在です。昭和46年に竣工するニュー新橋ビルとほぼ同じ場所にあります。汐留川が埋め立てられ、経験線が急ピッチで建設されているのがわかります。すでに土橋はなくなっているようにも見て取れます。こちらは1979年昭和54年の空撮写真です。新生マーケットがあった場所にはニュー新橋ビルが建っています。少し話を戻します。昭和39年の東京オリンピックに向けて都市景観、交通網の整備が急ピッチで進められます。ただ、もともと戦後のどさくさに紛れて不法占拠が繰り返されてきたので、土地の所有権移転がスムーズに進まず、新橋駅前の再開発はオリンピックには間に合いませんでした。その後、昭和41年から新生マーケットの取り壊しが始まり、昭和46年ニュー新橋ビルが竣工。闇市の店主らにもビルの区分所有権が与えられたことで、金券ショップ、紳士服店、マッサージ、洋食、中華料理屋といった多種多様なお店が入る形となりました。レトロな外観、内観も相まって、その強烈な昭和感から親父ビルとも呼ばれています。地下1階が飲食店街、1階がチケットショップ、パチンコ、スピード名刺、ジューススタンド、用品店などがあり、2階がマッサージ、整体、ゲームセンター。非常にざっくりとはしていますが、ある程度の住み分けはできているようです。かつて港区に住んでいた頃、土曜日でも昼飲みができるこの地下街によく来たものでした。テレサテンや逸話真由美が BGM で流れています。完全に昭和の世界でした。2階には釣り具の常習屋もあり、港区では数少ない釣り具屋です。対古式マッサージもよく利用しました。ちなみにこの特徴的な壁の形、フィボナッチ数の規則で配列されています。螺旋状に並ぶひまわりの種など自然界に多く見られる現象なんだそうです。またニュー新橋ビルの真横にはかつて明治10年創立の桜田小学校がありました。駅前の繁華街の横に小学校があったわけですね。実際新橋が栄えれば栄えるほど、周囲には飲み屋、雀荘、パチンコや風俗店が増えていったそうです。特に風俗産業は営業形態を変えては出店を続け、小学校側を悩ませていたようです。平成3年、とうとう桜田小学校は114年の歴史に幕を下ろします。その敷地は桜田公園に姿を変え、サラリーマンの憩いの場となっています。続いて東口の方も見ていきましょう。この写真は新橋駅前ビルが建つ前なので昭和30年代かもしれません。後ろに国鉄の橋脚が見えますので、第一京浜側から新橋駅の方向を見ているかと思われます。昭和41年に東口ではそれまであった古い飲み屋街、商店を取り壊して新橋駅前ビル1号館が竣工しました。このエリアも権利関係が不透明で、地主との交渉に時間がかかり、東京オリンピックには間に合わなかったそうです。こちらは昭和38年の空撮画像です。ニュー新橋ビルの場所はまだ新生マーケットのままです。西口の新生マーケットに比較して東口は結構整然とした感じがあります。これは戦争中の強制疎開、つまり建物を駅の近くに作らず火災の延焼を防ぐという目的がありました。戦後昭和23年、米軍が撮影した空撮写真です。駅前は強制疎開の跡が残り整然としています。ただ違うのは汐留川が健在であり、船の姿も確認できるということですね。ここにあったお店は新橋駅前ビルに入ることができました。竣工時の駅前ビル1号館と2号館です。今なら後ろに汐留のビル群が見えますし、この西新橋方面から撮影した画角ですと、ニュー新橋ビルなどビルが立ち並び、このようには撮影できないはずです。そして新橋駅前ビルといえば、1号館の前にある大きなタヌキの像、タヌコウのイメージが強い方も多いでしょう。江戸時代の新橋駅東口近辺は日よけ地であり、タヌキ、キツネ、オオカミが行き交うような場所でもありました。しかし時は明治時代、人間たちが鉄道建設のためこの近辺を開拓したところ、タヌキの巣があり、子タヌキが3匹も見つかります。
作業員が餌を与え3つの小屋を作ってあげた。その場所がちょうど新橋駅前ビル1号館のあたりでした。子タヌキがどこかへ行ってしまった後、残されたタヌキ小屋に人々が集まって酒を飲んだりしたので、そのあたりに飲食店街ができてきます。これをタヌキ工事と称するようになったそうです。新橋駅前ビルの建設に伴いタヌキ工事はなくなってしまいましたが、懐かしい思い出を残そうとの思いからタヌキの銅像を建立したそうです。こちらは駅前ビルができる前の闇市の様子。撮影年代は不明です。右手に新橋駅があるわけですが、ここにタヌキ工事があったわけですね。戦後の駅前の様子もちょっと見ていきましょう。こちらは昭和25年、おそらくは現在の銀座口のあたりです。かき氷ののれんに中華料理、バナナ丼やスタンドバーと、なかなかのカオスっぷりです。こちらは1959年、昭和34年の SL 広場の様子です。昭和41年に再開発が始まり、昭和46年、西口広場が開設します。右手に新橋駅があり、ちょうどこの左側に SL が設置されることになります。右側の広告と、今日も元気だ、タバコがうまい、というメッセージが時代を感じさせます。こちらは昭和50年頃の写真です。SL が設置されたのは昭和47年ですので、すでに駅前で大きな存在感を放っています。うなぎの大和田の看板が見えます。今は少し路地を入ったところにありますが、ここのうなぎは都内でも私が好きなうなぎ屋の一つです。隣には相模屋、豆やお菓子を扱う店だったそうです。これらの店は取り壊され、木村屋となり、その後木村屋は山田電機に吸収され、ラビ新橋へ。そのラビ新橋も2021年10月に閉店しています。このラビ新橋があったビルは、賃料月額7500万円、保証金は22億円だったそうです。喫茶ジャパンは2015年に閉店していますが、カラステービルは現存しています。一枚の写真からでも様々な物語が見えてきます。こちらは新橋駅のホームです。新橋第一ホテルの方角から汐留口の方角を撮影したものです。東海銀行の看板の後ろにそびえるのが新橋駅前ビル1号館、その横に2号館。新幹線はゼロ系新幹線、1964年の東海道新幹線の開業から2008年、平成20年まで現役で走っていました。新橋駅前ビル1号館の屋上に立つ京成電鉄の屋上看板が懐かしい感じがします。こちらはソ連の特派員が1950年代に撮影したとされる新橋1丁目の風景です。難波橋方面から土橋、新橋第一ホテル方面を撮影したものです。第1弾の動画に出てきたおでんのおたこが右側に見え、その2軒向こうには芝口薬局の薬の看板も見えます。マクニン S というのは当時多くの日本人が悩まされていた腸内寄生虫、その虫下しの薬です。2台のオート三輪が目を引きます。こちらの現在の様子と比較してみました。ちょっとご覧くださいませ。今よりも50年代の方が間違いなく活気があります。左手奥には獣神病院があります。獣神病院の看板がそこら中に見えます。そう、昭和の新橋といえば獣神病院のイメージをお持ちの方も多いのではないでしょうか。電車で新橋を通過するときには必ずその看板が目に入り、強烈な異彩を放っていました。また美容整形が今ほど市民権を得ておらず、なんとなく人間性の深くて少し暗い部分を刺激するようなイメージがかつての闇市のイメージと共鳴して、新橋全体の空気感を醸成した時期もあったように思います。獣神病院、正式名称獣神美容整形は1938年、昭和13年新橋駅銀座口前に開業。美容外科を行う日本最古の病院です。こちらは当チャンネルでも何度か紹介させてもらっている僕の近代建築コレクション様からの1987年、昭和62年の写真です。ちょっとこの病院すごいオーラを放っている気がします。あと奥にアマンドが見えます。アマンドといえば六本木を思い出すところですが、写真を見ると発祥は新橋。闇市で食材を仕入れて1946年、昭和21年に創業したそうです。現在も本社は新橋にあります。アマンドが実は新橋の闇市とつながっていたんですね。新橋駅銀座口前の交差点です。実際ここにある建物は病院とは関係なく、病院はこの裏手にあります。そう、一本奥の通りにあったんですね。それにしても新橋を降りて銀座に向かう人はこの獣神病院の看板のラッシュを避けては通れなかったわけです。中央に見える煙突にまで獣神病院の文字が見えます。この過剰な広告には少し狂気さえ感じさせます。この煙突、何の煙突かは分かりませんでした。かつて銭湯でもあったのでしょうか。
続いて新橋の花街について話を進みます。技術の水準の高さから芸の新橋と呼ばれており、日本各地の下流界からも一目置かれています。花街としての新橋は東銀座から築地の一帯を指します。1857年安政4年、現在の銀座8丁目付近に三味線の師匠が開業した料理茶屋が歴史の始まりだと言われています。ただこの花街の歴史をたどっていくと、歴史上の著名人が次から次へと出てきます。待合政治という言葉があります。政治家などが待合、つまり貸座敷に集まって、その密室で重要事項を決めるということですね。西郷大久保の死後、政界の中心的な存在となっていく伊藤博文が他の誰よりも芸者好きであったため、この流れは加速されていったのかもしれません。明治政府を樹立した薩長土肥の元勲らの多くは新橋の馴染みとしていました。熱い志を秘めつつも、当時まだ若かった彼らは無粋な西国出身者と見られており、柳橋など古くからある花街では歓迎されませんでした。そのため新興の新橋での宴席を好んでいたそうです。維新後、大隈重信のもとには伊藤博文や井上馨といった若手官僚、さらには渋沢栄一、五代友厚といった面々が集まり、大久保利通らを牽制していました。彼らが政治談義にふけった大隈重信の指定を指して築地梁山泊と称したそうです。この大隈の邸宅は5000坪もあり、伊藤らは勝手に裏口から入って屋敷内の部屋をほぼ自由に使っていました。ここで彼らは新しい日本の姿を描き、次々と実行に移していきます。第1弾で触れた鉄道がその一例ですね。この大隈の邸宅が後の料亭新喜楽となります。芥川賞、直木賞の選考会場としても知られています。彼ら官僚や政商の寵愛を受けながら発展を遂げていきます。新橋下流会は明治期には日本一の社交場と称されるほどの発展を遂げました。明治政府の要人だけではなく、彼らをもてなす政財界の面々が自社の応接間のように新橋の料理や待合を使うようになりました。伊藤博文はその新喜楽を馴染みとしていました。伊藤が韓国に遠征していた時に、初代女将の伊藤金は博文のもとに慰問に訪れました。そしてこれを喜んだ伊藤博文は伊藤金に漢詩を送りました。その詩を刻んだ石碑が伊藤金が晩年を過ごした別邸如意庵に置かれたと伝わっています。なお伊藤金は元は吉原の花魁でした。源氏名を仁踊りと言い、伊藤博文以外にも下作者金垣露文や毎日新聞の前身である東京日日新聞社長福地大内の愛子を受けて料亭を開いています。日露戦争開戦の時、首相桂太郎にその贅沢を戒めた逸話が残っています。1975年、昭和50年佐藤栄作が脳一血で倒れて昏睡となったのもこの新喜楽でした。佐藤はその後目を覚ますことは二度とありませんでした。明治期の新橋下流会を描いた作品として、永井荷風の新京夜話も挙げられます。同作によれば、芸者を乗せた人力車が 4,5 台チンチンと鈴を鳴らして走っていく粋な街だったそうです。松本清張の作品には新橋芸者が登場する東館という短編があります。伊藤博文が韓国統治のために韓国東館府の長官として朝鮮半島に向かったという歴史的事実をもとに、伊藤博文の行動と当時の日韓関係を新橋芸者三塚に語らせるという斬新な視点で描いた作品として知られています。伊藤博文は新橋芸者を実際韓国に身の回りの世話をさせるために連れて行きました。ここで少し脱線して、伊藤博文について、初代内閣総理大臣でありながらとんでもない仰天エピソードを数々残しています。近代日本の基礎を築いた伊藤は、自身でも1000人の女性と関係したと語っています。吐いて捨てるほど女がいるという意味で、ほうきというあだ名まで付けられています。女には金を惜しげもなくつぎ込みましたが、伊藤の暮らしぶりは質素だったといいます。首相官邸が作られた理由というのもこれまたすごいです。伊藤が女に金を使うあまり借金が膨らみ、返済に困り家を売って金を作ったこと、総理大臣の家がないというのはまずいという理由から首相官邸は作られたそうです。その伊藤は明治天皇から絶大な信頼を得ていました。日露戦争後、伊藤に資財がほとんどないことを知った明治天皇は10万円のお手元金を与えています。現在の価値で約20億円に当たるとのことです。ここからは新橋にゆかりがある人物を紹介します。このセクションは本橋信弘氏の著書新橋アンダーグラウンドを元に構成しています。最初の人物は徳間康義。彼が初代社長を務めた徳間書店は1961年から1995年まで新橋に居を構えていました。
文化の仕掛け人とも呼ばれた徳間は、朝日芸能の編集長としてヤクザ、エロとスキャンダルを扱う一方、アニメ専門誌アニメージュを刊行するなど、アニメカルチャーにも深い造詣を有していました。五木ひろしとの出会いを短所としてレコード業界にも乗り出しており、幅広い分野で功績を残しています。しかし何より有名なのはジブリとの関係でしょう。当時一般的にはまだ無名だった宮崎駿の才能を見抜き、風の谷のナウシカの制作のチャンスを与えています。宮崎を育て上げた人物と言えるでしょう。昭和63年、隣のトトロとホタルの墓ができた時には、作品が地味すぎると配給会社から白身されたのを解き伏せて配給させたのも徳間安義です。その貢献の大きさは計り知れません。彼の先見の明がなければ、日本を代表するアニメ映画の数々は生まれなかったのかもしれません。また、もののけ姫を制作するとき、プロデューサーの鈴木敏夫が恐る恐る予算について、16億円くらいかかりそうなんですが、と徳間に相談したところが、20億にしろ、人に喋るときに16億じゃ半端だ、20億の方がいい、と答えた仰天エピソードも残されています。大胆な人だったんですね。ちなみに、国立小坂からに出てくる、徳丸理事長のモデルがこの徳間安義です。こうして見ると結構似ている気がします。作家椎名誠も学生時代、新橋で百貨店向け業界新聞社で編集をしていたことがありました。ちょっとしたバイトのつもりで入ったのですが、面白すぎて結局14年もその新聞社に席を置くことになります。その当時の思い出は新橋烏森口青春編に綴られています。こんな風景が見られたそうです。昭和40年代の風景です。銀座8丁目の歩道にはいつも空きビール瓶のケースが山のように積まれていて、そこには大抵3人のこの界隈の常連が朝の仕事をしていた。常連は銀座紳士と呼ばれる乞食のおっさんたちである。彼らはこの空ビールの山の前にいつも一斗入りの石油缶を持ってきていた。3人の紳士は石油缶の注ぎ口に上下をくくりつけ、その上に空のビール瓶を次々に開けていた。紳士たちはいつも一斗缶がずっしりと重くなるくらいのビールを集めてしまうのだ。この最終ビールを新橋のガード下あたりへ運んでいって、そこで車座になりみんなでゆっくり飲むというのが彼らの優雅な日課のようであった。後書きには、新橋の烏森口周辺は戦後は闇市と無法酒場がびっしり込み入っていて、黒いエネルギーの塊のようになっていて、サラリーマンはすんなり会社から駅にたどり着けないようになっていた。最後に紹介するのは三島由紀夫です。彼が1970年、昭和45年、自衛隊市街駐屯地にて、45歳で自決する前夜に、最後の晩餐を行った場所が、実はここ、新橋だったのです。新橋2丁目にある、明治42年創業の老舗鶏料理屋、末源で、縦の会のメンバー4名で、鶏鍋料理の和のコースとビール7本を注文しています。ちなみに三島は下戸でした。三島の父親が、この末源の常連。三島も子供の頃から連れられてきていたといいます。最後の晩餐の4日前にも夫人を伴って訪れていたといいます。会食を終えた帰り際、玄関でまたお越しくださいませと若おかみが声をかけると、三島はまた来いと言われたもなと返した後、こんな綺麗なおかみさんがいるならあの世からでも来るかと続けたといいます。はい、というわけで今回は新橋第2弾をお届けしました。戦後闇市の成立とその様子、昭和の新橋の風景、待合政治の舞台となり数多くの政治家文化人に愛された花町、そして新橋にゆかりの深い人物についてご紹介しました。今回の動画を作成するにあたり、新橋の街並みを撮影してきましたが、昔遊んだこともあるトップスというニュー新橋ビル前のパチンコ屋が更地になっているのには衝撃を受けました。またご紹介した通り、山田電機、ラビ、新橋も閉館。ビル全体に巨大なシートがかけられていました。これからニュー新橋ビルを含む西口の再開発も始まります。かつては黒いエネルギーが渦巻いていて、サラリーマンがただでは駅へたどり着けなかったという新橋が、ガラス張りのクリーンな都市空間に変わってしまうのかと思うと、一抹の寂しさを覚えずにはいられません。この動画が良いなと思われましたら、高評価、チャンネル登録をぜひお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。